ダン・ケイシーはアメリカ合衆国ニューヨーク州、ビンガムトン出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。1884年に所属していたウィルミントン・クイック・ステップスがユニオン・アソシエーションに参加し、ケイシーはこの年2試合に登板した。ウィルミントンはユニオン・アソシエーションで2勝しか上げられなかった球団だが、そのうちの1勝はケイシーの手によるものである。 チームは千八百八十四年のシーズン途中で解散してしまい、ケイシーは翌千八百八十五年六月にデトロイトウルバリンズに入団するが四勝八敗と、結果を残せず、千八百八十六年にフィラデルフィア・クエーカーズに移った。フィリーズ遺跡後は調子を上げ、千八百八十六年に二十四勝十八敗、翌千八百八十七年に二十八勝十三敗と、 活躍し、低迷していたフィリーズを、ナショナルリーグの上位に押し上げる働きをする。1887年の防御率は2.86で、これはこの年のナショナルリーグ最優秀防御率となった。ケーシーがチームを引っ張る活躍ができたのは、この2年だけで、翌年からは調子を崩してしまい、1889年いっぱいで、フィリーズを離れた。1890年には、 アメリカンアソシエーションのシラキューススターズで45試合に登板したが、シラキュースは1年限りで解散し、ケーシーもそれ以降メジャーで登板することはなかった。1943年にワシントン DC で死去。ありがとうございます。